J リーグのスカウトされたい人もいらっしゃると思うし、まあ、されるお仕事もされてきたと思うんですけど、スカウトのついて教えていただきたいんですけど、はい、スカウトは実際に2009年の前半シーズンに、はい、あのジェフ千葉で自分は、強化部スカウトをやってました、はい、で当時はあの、まあ、スカウトってね、各クラブ に何人か行ったり、人数が違うんですよ。 J3 含めスカウト1人しかいないクラブもあれば、まあ、4人も5人もいるクラブもありますし、で自分は当時は4人いるスカウトのうちの1人だったの でやっぱり J リーグスカウトといっても、はい、まあ、育成年代ね、小中高生から、うん、あのいい選手を見定めるようなスカウトもいますし、うん、まあ、あと直接 J リーガーになれるような選手を、ね、見るために、まあ、大学も含めてスカウトもいますし、うん、あともうすでにプロである人間を、ね、自分たちのライバルクラブもありますし、他のカテゴリー、J1、J2、J3 いろんなカテゴリーを見て選手を探すのもいますし、あと外国人選手、外国で活躍している、もしくは日本で別のクラブで活躍している外国人を見定めるスカウトもありますし、そういう意味では結構いろいろあるんですよ、うん、はい、でクラブによって違うと思うんですけど、当時の自分であれば、まあ、まあゼネラルマネージャーっていう、あの強化部でいう、はい、あのね、上司から、うん、例えば高校生の大会に行ってこの選手を見てきてくれっていう場合もありますし、それはもう上からの指示ということもあります。とか、誰かじゃなくて、はい、どっかの大学リーグでいい選手いるか見てきてくれっていう時もありますし、もしくは自分でスケジュール立てて、下のリーグにいい選手がいると、で申請出してその試合を見に行って、はい、報告あげるっていうこともありますし、その探しに行く領域すらも決めれるってことですか？そういう場合もありますよね。でも僕の場合は一番特徴的だったのは、やっぱり自分が外国でプレーをしていたので、あ、まあ、例えばゼネラルマネージャーから、ざっくりヨーロッパ行ってね、まあ、いくらで雇えるフォワードを探してきてくれみたいなこともありますし、すごいざっくりですよね。そうですね。でそれヨーロッパを見に行かれるんですか？来ましたね。で、まあそこもね、はい、各クラブスカウトによると思うんですけど、はい、自分の場合はまずあの海外でプレーをしていたんで、住んだ経験もあるし、言葉もできるし、運転もできるんですよ。あの当時は国際免許を免許センターで申請して持っていけば、国際免許で運転する許可がある国では運転もできますし、本当ね、これ3年ぐらい前にアメリカ旅行行ったら、アメリカの運転って日本の免許証だけで運転できるんですよ。あ、何にもしなくて。今は何にもしなくて。なんでそういうこともあったりして、で、まあ運転経験があるんで、なので一番は例えば自分がプレーしていたクロアチアに行って、で1ヶ月だけアパート借りちゃって、現地でレンタカーも借りて、で自分でスケジュール決めて、でその車を運転して、まあ、クロアチア全土も含め、その近郊の国も含めて、例えばクロアチア、ボスニア、オーストリア、スロベニアとか回って、選手試合を見て選手を探す時もありましたし、目に入ってくるのはどういう選手が入ってくるんですか？どういう選手、はい、まあ、例えばフォワードって言われた時に、はい、もちろん点が取れるかどうか、そういう目でも見ますけど、まあ、今ありがたい質問なのは、まあ、それも何をもっていい選手なのかっていうのは、各クラブとかスカウトによっても基準が違うと思うんですよ。でも自分の場合はどうしてもやっぱり走って戦えるかどうかとか、ちゃんと日本に来て、
日本人と協調性があってちゃんとチームの一員として戦えるかどうかっていうことを大事にするんで、はい、実際じゃあ試合で自分が見に行った試合で点取ったかどうかも大事にしますけど、うんうん、普段の練習でチームメートとどう過ごしてるかも見ます。あ、じゃあスカウトってすごい試合を見に行くイメージがすごい強かったんですけど、練習風景もすごいきちんと見られてるってことですか？僕はもう絶対練習見ます。あ、でそれも本当は大体練習も試合も申請を取って見に行きますよって行くんですけど、大体アポなしで見に行きます。普段の様子を。そう、要は自分が行ったら、行くって言って行ったら違う態度を取られるんで、例えばある練習を申請出さずに本当に遠くから、そのクラブハウスの外のピッチ遠くからもう本当に柱の陰でこうやって見て、そうすると例えば前日大活躍した選手がもう練習では手抜いてたり、天狗になって練習で手抜いてたら、あ、この選手は取るべきじゃないなとかって思ったりするんですよ。なので結構そういう試合で活躍する選手がいいわけじゃないってことですよね。まあ、本来試合で活躍することが一番大事ですし、ただそれはその選手が自分の国の自分のクラブで活躍してるだけなんで、本当にじゃあ日本の J リーグのそのクラブに来て活躍するかどうかを見極めないといけないんで、基準が違うんですね。そうなんですよ。でもちょっと自分がそのスカウトをやってる時にすごく不思議な、気持ちになったのは、こんだけ自分が人を見極めるために人を見て人を見て人を見て生活してるのに、自分は誰からも見られてない。自分はジーパン履いて、T シャツ着て、で本当試合の寸前にスタジアムに行って、で選手を見て、で練習にね、アポなしで練習行って遠くからこうやって見て、でも自分は誰からも見られてないっていう。だから本当自分次第の仕事だと僕は思ったんですよ、ね、なので不思議な気持ちになりました。自分は見られてないと思った時にどうされようと思ったんですか？いや、だから本当に多分スカウトじゃなくて、世の中のありとあらゆる仕事が見られずやってる仕事って自分次第じゃないですか。あ、そうなので、どんだけでもサボれるし、どんだけでも突き詰めてやれると思うんですよ、ね、自分のさじ加減一つってことですね。そう、でそういう役職にいる人ってこの世にまあまあいると思うんですよね、ただまあ、いやだからサボったとか、だからどうということではなくて、いやサボってないですよ、サボってないですけど、こうちゃんとやりながら、あ、俺見られてないわって思ったんです。ただそれはさておき、まあ自分が本当小学生の頃からずっと週末には自分がユニフォームを着て試合に行く、ね、ピッチに立つ、まあ小中高大学生もそうですよね、でプロになったら、まあ5カ国でプレーして試合があれば週末自分がユニフォームを着て試合に行く、でその後引退してオシムさんの通訳になってコーチになって試合になったら週末にジャージを着て試合に行くっていう習慣があったのに、やっぱスカウトになった瞬間だけユニフォームも着ない、ジャージも着ない、ジーパン T シャツでよその試合に行くっていう生活をして、まあ、すごくそれも不思議な気持ちになったんですよね。へー。なので自分が監督になることから逆算した時に、まあやっぱり試合の日にユニフォームなりジャージを着て、スタジアムピッチに向かいたいなって僕は思いました。はい、ああ、その生活をしないことによってそれがしたいと思ったってことですか？そうなんです。それに気づけたんですよ。へー、面白いですね、なのでこれは向き不向きの問題なので、そのね、まあ別にジーパン履くとか T シャツとか格好はいいんですけど、そのね、そのクラブやね、選手
タッフを支える強化部、うん、スカウト、やっぱりそういう仕事に長けた人、うん、向いた人っていうのは僕以上にいるんだろうなと思いました。へー、はい、面白いです。なんかスカウトからちょっとまた違う視点をもらえた気がして、はい、面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。